はい、こんにちは。こんにちは。はい、今日はですね、リブランディングアカデミーを終わった後の受講生さんの感想ということでお伺いしています。まずとも子さんのお名前と職業を教えてください。はい、フラワーコーディネーターとルドルマンカードという占いのセラピストをしています。長谷川とも子です。はい、ありがとうございます。まずですね、このリブランディングアカデミーに入ろうと思ったきっかけ、動機を教えてください。はい、高子先生にお世話になって1年、うん、1年半経ったんですね。で、去年の年末にまだもう一息、集客が足らないと思って、うん、何か私が受けられる講座ないですかってお伺いしてこれを勧められたのですぐ入りました。ありがとうございます。はい、そうですね、年末でから1月生っていうことだったから、はい、やりました。で、実際に、まあ、やり始めて同期のメンバーもいろいろいるんですけれども、どんな学びを得たなと自分で思ってますか？前回別の講座で、商品、お花の講座を作ったんですけれども、あまりよくわからないながら出来上がったっていう感じだったんです。それがもう一度やるとさすがにちょっとずつ意味が分かってきて、すごいなんか、なんだろう、こう気分も上がって楽しくできました。はい、2回、まあね、確かにちょっと重複するところはあったんだけれども、リブランディングの方がよりリブランディングっていう方に沿って作ってあるので、割とベテランの先生でやり直しっていう形で作り直しの人たちも多かったから、うん、刺激的ではあったんじゃないですかね。まあ、とても。で、前回はズームだったのが今回はリアルだったんですね。で、皆さんのことがすごくよく分かって、で、皆さんの商品ができていくにつれ、もうびっくりで、そんなことするみたいなたくさん出てきて、すごくお勉強になりました。そうですね、やっぱり私、まあ、リブランディングアカデミーの方は、ね、もともと対面で作るっていう講座でやっていたので、まあ、その双方向の触れ合いがリアルタイムでできる、やっぱズームだとね、ちょっと厳しいんですよね。そういう意味でもね、皆さんのことがね、まあ、私も当然なんですけど、だって長時間だし、飲み会とかもあるし、よくね、知ることができるっていう意味で、すごくいいなって思って作って、そこはご満足いただけたんでしょうか？はい、すごく良かったです。ありがとうございます。実際にその今回のリブランディングアカデミーで作った商品というのはどういう商品を作られましたか？ルノルマンカードで占いをして、で、皆さんの進む道の方向指示を作り、それが叶うようなお花を作って、後でお届けしますというものです。素晴らしいですねって自画自賛か。どうですか、それを作ってって自分でも楽しかった？あ、もちろんすごい楽しいです、はい、実際にね、お客様の声はいかがですか？お客様の声、まだモニター的な部分でスタートはしてると思いますけど、みんなすごく驚かれます。そんなことが分かるの、そんなの見られちゃうのって、すごくびっくりして喜ばれてます。ありがとうございます。この講座をもしもとも子さんが誰かに聞かれて進めるとしたら、どんなところが魅力だよって言って進めますか？どんなところというか、もうとにかく受けた方がいいです。怪しすぎる。自分では全く思いつかないことが出てくるんです。どの人の商品もそうなんですけど、私フラワーコーディネーター30年やってて、まさか占いやるとか思いつかないじゃないですか。そういうすごいアイディアを高子先生にいただく上に、メンバーたちがみんないろいろなアイディアを出してくれて、すごくいいです。だからどんな人に、全員ですよね。リブランディングしてみたい人ね。はい、でもやる気、頑張る気がないとダメ。ね、大変かもしれない。そこは大変かもしれない。若干スパルタ。はい、まあでもね、頑張ろうっていう人だったらいい感じの成果は出やすい講座なんじゃないのかなって思います。絶対です。
はい、ありがとうございます。智子さんが3年とか5年とかこれから過ごしていく上でこんな自分になっていたいとか夢とか抱負があったら語ってください。もう年は十分大人なんですけど大人になりたい、もっとこう、うん、みんなを包み込むような大人になりたいっていうのをいつも思ってるんですよ、うん、だって今すでにできてるし占いもやってるし足らない、もっと頑張ります。もっと頑張る、信じする、はいはい、そんなね、長谷川智子さんお花もねちょうど 今日こちらで置いてあるこちらもね、はい、綺麗なお花。あ、ちなみにこれは私が作りましたお貸していただき、今日はトリエに来て私のお花ですというわけじゃないですけど、まあ、でもね、本当に声もね分かりやすくて素敵な明るい声でこんなんでリーディングをねされると未来が開けちゃうんじゃないかなと思いますので、ぜひね、お花とリーディング興味がある方は智子さんのところにいらしてください。はい、インタビューありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい。